今忙しいの、後にして。今は私にできることを。次元の歪み、それが引き起こした一連の事変を経て、つづら咲は親友を失った過去から立ち直る。そして現在、関東一円に大量に出現した次元の歪みを前にして、咲は自ら精霊長に協力を志願する。自分のためだけではない、他の誰かがかつての自分と同じ思いをすることはどうしても阻止したかった。もう逃げない。私は今自分にできることから絶対目を背けない。関東大崩壊まであと7日。偉大なるアルカナよ、我は願う。我が手に剣と盾、エロイムエッサイム、我はまとめ訴えたり。影のように揺らめいていると言いましょうか。深
可な現象です。どうやら関東の各地で同様の現象が確認されているという情報も寄せられています。今のは一体、ご覧ください、カゲロウのような揺らめきが収まりました。今の感じ、1ヶ月前と。失礼いたしました。とりあえずスタジオにお返しいたします。関東大崩壊まであと6日。君は、そうか、見覚えがあるはずだ。資料で見たからね。ちょうどよかったよ。メイフィールド事件のつづらさきだね。その服装、ヨーロッパ方面の精霊騎士？私に何か？フィオナのことで話すことはありませんけど。西欧精霊庁のエルザ・ラ・コンティだ。もっとも、西欧精霊庁からは嫌われているんだけどね。少し聞きたいことがあるんだけど、そうあからさまな敵意を向けられるとやりづらいな。偉大なるアルカナよ、我は願う。我が手に剣と盾を。我は信じる。命の息吹をもたらす聖なる霊を。聖なる聖なる聖霊よ、救いと平安をもたらしたまえ。スタンバイエンジェル、ファイト。よいしょ。無駄よ。まだ聖なる息吹よ、我がうちに。まだ話にならないわね。あなたにも立場があるでしょうから、当たり障りのない範囲でなら答えます。それで、私に何を聞きたいんですか？いや、私は君とは会わなかった。だから、話をする機会もなかった。そういうことにしよう。本当は次元の歪みの対策が任務なんだ。上から言われているような情報収集は任務のついでだし、好きじゃない。そう言ってもらえると助かります。精霊庁の関係者がみんなあなたみたいに話の分かる人だと楽なんですけどね。関東大崩壊まであと5日。貴様、自分から精霊庁の協力を志願したらしいじゃない。リーコちゃんプルナ、気に入らん。偉大なるアルカナよ、我は願う。我が手に剣と盾を。
歩かなよ。つべこべ言わずにその力を私によこせ。ギャフンと言わしてやる。ギャフンとな。ファイト。ファイト。引っかかったな。頭かち割るぞ。ミライストライク。ならないわね。まあ噂程度にはあなたの話も聞いてるけど、これって子供の八つ当たりでしょ。もうちょっと考えて行動しなさい。やっぱり私が手を出すことにするしか。姉さん。おお、目が覚めたか。もう体は大丈夫か。ありがとう、姉さん。助かったよ。それと、久しぶりだね。無事で私も嬉しいぞ。これからはずっと一緒だからな。お姉ちゃんもいっぱい遊んであげるぞ。でもその前に手伝ってほしいんだ。私はちょっとやりたいことがあるし、お前に頼みたいこともある。いいか。姉さんのそういうところちっとも変わってないね。安心したよ。それで私は何をすればいいんだ。関東大崩壊まであと4日。 A new ender is open。 ハートちゃんの友達のチズラサクちゃんだっけ。よし、お姉さんが稽古をつけてあげよう。偉大なるアルカナよ、我は願う。我が手に剣と盾を。行くみよ、リムナヤ、ここの鳥。話にならないわね。欲しいのは人を傷つける力じゃなくて守る力ですから。稽古も遠慮します。生意気なこと言ってすみません。関東大崩壊まで
あと3日。あら、あなた、つづらさきですわね。メイフィールド事件の当事者。はじめまして。そしてようこそ。こちらのことを一方的に知られているのってあんまりいい気はしないわね。あら、これは失礼。私の名は西欧精霊庁対策実行本部特務一課、ペトラ・ヨハンナ・ラーゲル・クリスト。ご丁寧にどうも。わざわざヨーロッパから日本までご足労いただいたみたいで恐縮です。来日の目的は次元の歪みへの対策協力、あとちょっとした情報収集です。ミルドレッド失踪に関する真相。そのことのためにあなたたちのやっていることは時間の無駄だし予算の無駄遣いよ。偉大なるアルカナよ、我は願う。我が手に剣と盾を。聖なる聖なる聖なる神、御手の技こそ輝ける。上着をお預かりいたします。ご分運をお祈りします。校長を用意してお待ちなさい。スタンバイエンジン、ファイト。これからです。くらいくらい、無駄なご手術。これからですよ。グリーン、オスロー、青ギラ、精霊、先駆け、勇敢。無駄なご手術。無駄なご手術。無駄なご手術。邪魔だ。フェイスダウン。こんなこと、ありえませんわ。話にならないわね。精霊庁長官、ミルドレッドが失踪した。それで終わらせることでみんな納得してる。わざわざ蒸し返して何の意味があるの。いい、ライトでも思っていました。英国精霊庁の不正が、世界の精霊庁を統括すべき英国精霊庁の不正があって、それを隠蔽して何の意味が。不正を暴き、公表し、公正な裁きを。自浄作用のない組織に未来はあるとか。日本精霊庁が1ヶ月前の事変にまつわる一切を上辺だけの報告で見ます。それがどれだけ危険なことか。あなたの言っていることはきっと正しい。広い視野を持って遠い未来を望めば、あなたの言う通りなんでしょうね。残念だけど、自分と大切な誰かを助けることで精一杯。ごめんなさい、力にはなれない。これまでに私の希望を満たすマテリアルには歪みが近いのに期待外れですね。あのこちらで何を。ここは立ち入りに許可が必要なはずですけれど。お構いなく、もう用は済みましたから。あなたにお気を付けなさい。何の話ですか。大丈夫です。こちらは現場。
です。ただいま江戸川地下巨大本水路、通称地下神殿に来ています。この地下約50メートルの広大な空間に、最近各地で多発している現象に酷似した現象が発生しているとの情報を。今のはまた、申し訳ありません。地下だからでしょうか。大崩壊まであと2日。待ってたぞ。お前のことは嫌いだけど、素直に謝れば子分にしてやってもいいぞ。あなた、何をバカなこと言ってるの？こっち。お前な、人のことをバカって言うやつの方がバカなんだぞ。私をバカ呼ばわりしたお前は死刑。以上。重ね重ね、勝手なことばかり言わないでもらえる？偉大なるアルカナよ、我は願う。我が手に剣と盾を。神でも天使でも悪魔でも私に逆らったら死刑。いざ。話にならないわね。絶対許す。関東大崩壊まであと1日。大きな命の輝きが詰まって無限の可能性を秘めた中であるかどうか、
せっかくですから見せていただきましょう。あ、カメルさん、あれを。今、何か光が上に。鉄砲から外へ。確か同じようなものを1ヶ月前に新宿のお城で。ディレクター、外へ急ぎましょう。地域で最も精霊界が近い時空、霊峰富士の上空ならではと言えるかな。その声はまさか嘘でしょ。ミルドレッド・アバロン。久しいね、スズラサキ。私は光のあるかな、ミルドレッド。アンジェリア・アバロンの守護聖。今の私ならここを中心に境界溶融現象を引き起こすぐらいの造作もない。姉さんは嘘だ。見るの偉い。よくやった。精霊界ドクドクエーテルが流れてるぞ。お姉ちゃん大満足。私は見たくないわ、原初の世界なんて。あなたたちのわがままには付き合わない。絶対に阻止する。ふん、私アンジェリアと妹ミルドレッド、最強仲良し姉妹の邪魔をするお前は死刑だ。以上。偉大なるアルカナよ、我は願う。我が手に剣と盾は。神でも天使でも悪魔でも私に逆らったら死刑。以上。私たち仲良し姉妹の強さ、見せびらかしてやるぞ。分かったよ、レイカ。スタンバイエンジェル、ファイト。ドン、ヤック、ハッ、ドン。ほどの生命力、ゾクゾクするわ。ああ、見えますか、富士山上空に謎の光の模様が。あ、あ
は先ほど。いかなる先もかなわない極上の幕に、こんなところで出会えるなんて。その命、欲しい。消えた！謎の光が上空に飛んでいきます。これは今の人？これでおしまい。あとは精霊町の人たちが何とかしてくれると信じて。先ほどの戦い拝見いたしました。ほとばしり生命の波動を感じます。ついに最高のマテリアルを見つけました。これだけエーテルが満ちたわね。それにあなたと出会えた今となってこの体を維持する必要もありません。私の名はパラセルシア。元素を操る生命の司、精霊の錬金術師、命の相手とも呼ばれています。あなたの輝く生命の力、その命、この私に捧げていただきましょう。一体、あなたがどういうつもりでそんなことを言っているのか知らないけど、お断りよ。そうです。仕方ありません。ならば、生命の輝きで運命に打ち勝って私を退けてごらんなさい。あなたは今奇跡の夢。偉大なるあなたの我は願う。我が手に剣と盾は四の元素を一へと返し、帰り来たるは命の火薬。楽しくなってきました。さあ、あなたの生きる力を見せてごらん。私が消える。楽しみです。
もう誰も現れないわよね。あのアルカナが最後に言ってたこと、ちょっと気になるけど、今はとにかくここから離れましょう。お茶の間の皆様、見えますか？たった今、あの上空の謎の模様から雷のような閃光が何度も放たれて、消えた。また今日も富士山上空は快晴です。それではそのスタジオにお返しします。数日後。もうハートったら、今日も遅刻するつもりかしら。待ってる私の身にもなってほしいわね。で、待ってるのは私の勝手なんだけど、今度から朝電話しようかしら。別におかしくなんてないわよ、ね。おはようございます、つづらさきさん。誰？あなた確か西王精霊長の。ペトラ・ヨハンナ・ラーゲル・クリスト。覚えづらくて恐縮ですけれど、ペテラと呼んでくだされば結構ですわ。そう、それでそのペテラさんが何の目的があってこんなところに？警戒する必要はありませんね。別のルートから東京事変に到達、そしてミルドレッドに渡る。おおむね必要なことは調べ上げました。あなたの口から真実を聞けなかったことは心残りですけど、ま、察しておきますわ。それで帰国前に挨拶でもと思いましたが、あなた方とまたお会いすることもあります。そんな予感をしました。私たちはただの学生よ。あなたの役に立てるとは思えないわ。おはよう。それじゃあ私たちはこれで失礼しますわ。ごきげんよう、つづらさきさん、愛のハートさん。ええ、さようなら。あれ、さきちゃん、今の人って？道を聞かれただけよ。都城に行きたいんだって。ふーん、そっか。それより、さきちゃん、いつも校門で待ってくれててありがとう。偶然よ、偶然。今日は校門の前で今の人に道を尋ねられて、それでちょっと手間取って。うんうん、わかってるわかってる。サキちゃんのこと、私、みんなよりズバーっと知ってるよ。もういいでしょ？偶然なんだから。遅刻寸前だし、急ぐわよ。